本日のミネスタイルは YouTube の撮影をしながらみんなでお好み焼きを食べようということで、第1弾高根くんとりさちゃんの登場です。どうぞ。もしかしてないかも。足りないものない。あ、佐野さんが一緒だからいいんじゃない。ちょっとお買い物をお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。佐野さん一緒だよね。バレちゃった。お邪魔します。はい、もうバレちゃった付き合ってるの。今日はこちら7号になります。おばあちゃん初7号炊きで、はい、具材がどれだけなのかわからないって。こんなに下まであるから慣れるまでね。普通のジャーではね、具材だけ？具だけ。具だよ。具だよ。みんな食べていただけるかな。いただきます。いただきます。ちょっと前の長渕剛ね。いい感じ。いい感じですね。ボールでね。じゃん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 。おばあちゃんが作った混ぜご飯。サズくんは？なずき言いますけれど、本日声のみの参加になります。なずき、はい。なずき、はい。なずきです。いやー、うわー、めっちゃ美味しそう。いますよ。じゃあ佐野さんどうぞ。はい、おソースこちらです。ありがとう。お仕事帰りですもんね。いただきます。はい、暑いって。カメラ上手いね。これ置いた。で戻ったのもしかして。え？あら。炊き込まないご飯。混ぜご飯。美味しい。美味しい。うわ。お好み焼きも美味しい。美味しい。佐野さんどう？念願のお好み焼き美味しい。ね、なかなかね、お好み焼きとかやんないもんね。初めてのお好み焼きのわけないだろ。ずっと食べたいなと思ってたもん。マウの食べっぷりいいね。混ぜご飯よし。お好み焼き最高ですよ。混ぜご飯もめっちゃ美味しい。美味しいね。これと薄いかなっていう感じ。愛情というスパイスが入ってます。はい、お疲れでーす。待ってました。お腹空きました。一人で行った。はい、一人で行った。付き合ってんの？仕事終わりです。お仕事終わりです。焼きそばだ。炭水化物、炭水化物、炭水化物祭りでよろしくお願いします。わーい。それもすき焼きの
き焼きの、美味しそう。あ、鍋が。鍋で。カメ。そこに座って。で、これおばあちゃん。おばあちゃんの炊き込まないご飯言いにくいですよ、混ぜご飯の方が言いやすいですよ。いけるかな、はい、お使いを頼まれまして、チョコボールもいいですかっていうふうに皆さんに言ったら、あ、チョコボールも大丈夫だよっていうことで、でキャラメルが欲しいって言われてたんですよ。そのお店に行ったら、で10個ぐらいあったんですけど、全部ピーナッツでした、ね、はい、でそれを一応買ってきたんですけど、真っ先に皆さんが食べてました。いらないって言わなかった、はい、え、キャラメルじゃないじゃんとかもなかったです。真っ先に開けてパリポリパリポリ食べてました。パリポリって、いや、それはちょっとまあ俺の言い方というか、なんでキャラメルが好きだったの、あれのキャラメル味が好きなの。でも突然なんだぞ、言い出す。ガンが食べる用で買ってきたのに、食べるんだったら、私のキャラメル味が好きなの。で、バウルのやつなのに、そう、私が食べてきたの。そういうこと、マナの説明が一番分かった。あなたたちの説明、何も分からない。聞いてくれれば答えるよね。そうですね。応答はできるんで、質問ですって言ってもらえる。じゃあ言えばね、じゃあ話題で言ったもんね。そうなんですよ、前回学びました、こっち側にいた方がいい。ただ、そういうことをしてるから、前も説明が下手だった。説明が皆さん似てきちゃった。怖い、息大型元気だけど、本当に来ないね。いいよ、キャベツ食べるんだったらいいよ。じゃあバーはそこでやっててね、私ここで座って食べる。ちょ、集合、あ、そっか、そっちでやんないといけない。ちょ、順番や、なんで食べへんの、一番置いててやん。一番欲しい言ってたのに、全然いかへん。これはちゃうんか、はい、ごめんなさ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 い。なに、こっちゃった。はい、今日は炊き込まないご飯を僕はいただいております。おばちゃん特製ですね。おばちゃん特製。おばちゃん作ってました。本当に。ということで美味しくいただいてます。じゃあ指名制なんで、バーから次指名していってください。おばちゃん。おばちゃんって。おいしいです。はい。じゃあおばちゃん好きな子の名前言って。ここ。こっち好きな子の名前言って。次。好きな人。好きな人、違う、好きなじゃん。言葉足らずだからいつも顔なっちゃう。マナ君かな。マナ君。現在発見で。サーモンのレモンバターソース。僕が作りました。みんなで食べてください。お前麻婆豆腐もくしゃくしゃやで。おばあちゃん。おっちゃんさま。面白すぎる。さあ、かみちゃんの番がやってまいりました。今日はデート帰りではなく、お仕事から帰ってまいりました。はい、この前も、デート帰りではなかったです。でもあの動画を、親戚から見たらしくて、連絡来たんですよ、どんなことデート行ってきたら写真送って。親戚中から来ました。今日はお好み焼きということで、お腹いっぱい食べたいと思います。食わなかったからもう一回止まって。じゃあ、ね、そろそろやろうか。もうやってたよ、今言ってたよ。今日はお好み焼きということで、前同様お腹いっぱい食べたいと思います。お
家でお好み焼きをするときはキャベツじゃなくてもやし派です。でも実際はどっち派でしょう？どういうこと？どういうことや？キャベツ切るのがめんどくさくてもやしだったら美味しかったですよ。なるほど、それいいかも。今日はおばあちゃんのこの炊き込みご飯を10杯食べたいと思います。とっても美味しい食事をいただいております。ありがとうございます。炭水化物今回もペロリといただきます。同じ内容ペロリ大事かな。はい、いただきます。ピースでだだだって少しだけでれれれれれれえいえい。さあ皆さん、はい、本日は粉物祭りというか炭水化物祭りになってしまいました。ですね、お好み焼き、焼きそば、そしておばあちゃんが名古屋風の混ぜご飯ですね。混ぜご飯、そうですね、銀杏入れたり椎茸入れたりと、今日はね7合も炊きました。おばあちゃん初めての一升炊きのジャオを使って、どれぐらいの量なのかさっぱりわからないと言いながら作ってくれました。でも7合なんだけど、そう今日はね焼きそばとかお好み焼きがあるからちょっと少なめにしたの。今日今日はねなんと11人いました。なづきは声だけの参加になりますけれど、そしてリル、ココ、ミニを入れたら14人そうです、ね、になりますね。こんな感じで賑やかにやっています。この後もまたどん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 マッサンとかね、センキーとかね、みんながね、寄ってみんなが集まってくると思います。下手すりゃ20人超えになるよね。そうだね、でも15号じゃ足りないって話になってるじゃん。そうそう、今日なんか気づいてくれたことあった？前回まで人数が多いからって紙コップと紙皿にしてたんだけど、ちょっとそれじゃあみんなにかわいそうだなと思ったから、食洗機に入れられるこういう、そうちょっと硬いなと思ってた。食器を用意して、これだったらみんな割れないから、なんか気を使わなくて使ってもらえるかなと思って、コップとお皿とちょっと用意してみました。まだまだ続く大家族の夜ご飯の様子ご覧ください。はい、自然な感じでご覧ください。はい、はい、すいません。マウ普通って言ったじゃないですか。頼んだのは間違いよ。人それぞれ普通違いますからね。はい、お願いします。はい、いつも喧嘩をされる、はい、じゃーん、こちらは末っ子。体は一番大きいんですけど、末っ子必ずリサとマウが褒めます。そう、もんちゃく必ずね、お好み焼きだからさ、やっとなんかわからない。ご飯欲しい人、大丈夫ですか？リサが入ってるよ。嘘。食べは？いただきます。はい、ウインナー食べる人。いただきます。はい。はい。何？はい。あるよ。ある。はいはいはい、ほんまに暑いんだね。でも本当のこと言ってるか、おもてなすくらい。まだ焼けてなかったんだ。焼けてない。まあ、違う、ほどよく、うん、ちょうどいい暑さ。今日も南部屋、とても美味しいご飯をありがとうございました、皆さん。とんでもございません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いえいえ。またよろしくお願いします。はい。お願いします。喜んで、はい。社長もいつもありがとうございます。ありがとうございます。あれ、ちょっと音痴になっちゃった。皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。明日からもう仕事頑張って。はい。この暑い夏をまた乗り越えて、うん、いいお正月が迎えられるように。もう正月の話？じゃあその前に何しよう、バースデーライブを迎えられるようにしましょうか。53歳になるけど大丈夫かな。見えないですね。
だって前も言ったけど、私小学校6年の時、ちょうど30年ぐらい前かな、30年前小学校って今何歳って計算の仕方変わったのよね、ちょっとね一人で連れてね、少し変わってきますから、変わっただけだから。だって今日スペシャルゲストの佐野さんはさ、久しぶりに今日食事もしたけど、うん、2021年の東京オリンピックじゃなくて前回の東京オリンピックに、あなたが生まれた時、うん、そう、僕が生まれたの前回の東京オリンピック1964年なんですよ、うん、その時に見に行ってるんだから、すごい、すごいよ、学校からね、すごいよね、うん、すごい、でうちのことは全部知ってるよなんつったって、なんと言ったってマナヤが妊娠したお腹にいる頃、25年、26年前かな、もっと前だよそうですね、今25歳なんで、うん、妊娠した頃で25、6年前で、当たり前、もっと前だマナヤ何年入ってたのかよめちゃくちゃ持ってるからね、もっと前から佐野さんはお知り合いだった、うん、あ、知り合いはね、うん、スーパーで働いていらっしゃった、その25、6年前行きつけのスーパーでね、うん、五目人のね、いつも行ってくれるスーパーのお姉さんたちがいて、うん毎日行くたびにお腹さすってくれてね、元気な子産むんだよって動いたとかね、うん、やってもらって、私がつわりがひどい時には紙に書いてこれ買ってきてって頼むの、そうするとその紙を佐野さんとかみんなにすいませんこれ買いたいんですけどこれカゴに入れといてって、なんか私がいつも買い物に行っててスーパーにどんなお魚類とかどの部位を買ってたのかみんなよく知ってるから、魚だったらいつも買ってたのこの部位ねとか、お肉豚肉だったらこれだよねとかって言って全部ドンピシャのものを入れてきてくれる、すごっ、ね、そんなことしてくれるスーパーってないじゃん、うん、すごく便利でしたでそのお店が閉めるってことになったんで、じゃあ佐野さんうちで働けばって言ってからのお付き合いなんで結構長いですね、いよ、ほんとまずは一番キンキンの9月19日のバースデーライブに向けてね、はい、佐野さんも手付けに行ってくれますから、はい、力を合わせて頑張っていきましょう、はい、今日はどうしても皆さんがこれやりたいみたいなので、皆さんこれでさよならしましょう、はい、それでは今日もあのミネヤの部屋にようこそ、チームミネヤでした、さよなら、